皆さんこんにちは、紅茶教室リリーサキーです。今日はスリランカのキーテーを作ってみたいと思います。使うものはまず全粉乳といって、牛乳から水分だけを取り除いたものと黒砂糖を使います。はい、そして濃いめに入れた紅茶を使ってキーテーを作っていきますね。ではまずこの計量カップに大体スプーン1杯分の粉ミルクですね、そして黒砂糖も同じく1杯、そしてここに紅茶を240ml 入れていきます。では作っていきますね。まずはこちらとこちらで2つカップを使ってザバンザバンとやっていきたいと思います。ポイントはこちらの手を下に下げるということですね。紅茶がよく混ざらせるように、こんな感じで下げていきます。